新川電機の動画をごご視聴いいただきありがとうございますこの動画ではワイヤレスセンシングシステム e ース w i n s の外部データ出力とオプションソフトについてご紹介をいたします。まず外部データ出力とオプションソフトをご紹介する前にワイヤレスセンシングシステム e ース w i n s とインフィシスライトのみで 振動データを収集し状態監視を目的に使用した場合このようなケースはないでしょうか一つ目インフィシスライト上で警報発報しても常にパソコンの前にいないので発報してもすぐに気づかない二つ目離れた場所でもリアルタイムで警報が発報したことを把握したい 3つ目 CSV ファイルを出力することはできるけど都度欲しいデータをインフィスライトで操作するのは大変などは挙げられるかと思います。これらのケースすべて外部データ出力とオプションソフトで解決することができます。インフィスライトではワイヤレスセンシングシステムである e s w i n ズ s および TCP サーバー機器で収集した機械振動データ及びプロセスデータをパソコンで収集表示するものですシステム全体の構成からインフィスライトがどの位置の役割をしているのか説明いたしますこちらの赤枠で示した場所がインフィスライトになりますワイヤレスセンシングシステム e ー s イ w i n s のセンサーから 中継機であるパワードリピーター、親機であるパワードベースを経て、インフィスライトがインストールされている PC にデータが保存されます。このインフィスライトで、収集開始、停止の操作を行ったり、収集したデータを監視いたします。オプションソフトの機能の一つ目をご紹介いたします。このオプションソフトを使用することで、 インフィシスライトで警報などのイベント発生時にネットワーク対応の信号灯に点滅点灯やブザー音でお知らせすることが可能になりますこのネットワーク対応信号を使用することでパソコンの画面で警報などのイベントをチェックする必要がなくイベント発生の状況を知ることができますなお信号灯の設定は チャンネルごとに設定が可能です各チャンネルのイベントの種類例えば注意警報や危険警報に合わせて信号灯の表示や警報音の詳細な設定をすることができます次にオプションソフトの機能として警報発生時に指定のメールアドレスに通知することが可能になりますこのため 離れた現場であってもイベントが発生した際に指定したアドレス、例えばパソコンや携帯電話へ通知メールを受信することができます。また指定のメールアドレスは簡単に設定追加することが可能です。3つ目の機能として CSV ファイルを自動で出力と保存ができる機能をご紹介いたします。従来、 インフィスライトのみで収集した振動データを CSV ファイルに出力しようとした場合任意のデータを選択して都度 CSV ファイル出力を実行する必要がありましたこのオプション機能を利用することで指定の保存場所に自動で収集した振動データを CSV ファイルに出力と保存することができますこのためネットワーク上の HDD に保存場所を設定すれば 自動でデータのバックアップをすることもできますし、ネットワーク上の HDD にアクセスできれば、インフィシスライト上でなくても、収集した振動データを確認することが可能になります。最後に、今回ご紹介した無線式センシングシステム、e s w i n s の外部データ出力とオプションソフト機能や特徴について、 ままとめのご説明をいたします。1つ目にインフィスライト上で警報発報しても常にパソコンの前にいないのですぐに気づかないという場合はネットワーク対応信号等に点滅や点灯ブザー音でお知らせすることが可能になります。2つ目に、 離れた場所でもリアルタイムに警報が発報したことを把握したい場合は、警報発報メール通知機能で指定のメールアドレスに通知することが可能になります。三つ目に、CSV ファイルを出力することはできるけど、都度欲しいデータをインフィシスライトで操作するのは大変という場合は、収集した振動データを自動で CSV データ出力して、 指定の場所に保存すすることができます以上ワイヤレスセンシングシステム e ー s ウ w i n s の外部データ出力とオプションソフトについてご紹介させていただきました巡回点検からワイヤレス監視への移行をお考えの皆様ワイヤレスセンシングシステム e ー s ウ w i n s をぜひご検討よろしくお願いいたします